はい、えー、ちょいき太郎です。あの、松本裁判についてですね、下月ルナさんが2時間、私が見る限り2時間ぐらい前の、えー、X のポストに投稿している、その文言についてちょっと私の不安の人たちに説明しますね。あの、その、 用語派の人たちに言ってもあれなんで、まあ、今日、あのー、生放送もないもんですから、ちょっと説明しておきたいなと思うんですが、この下月ルナさんが言われてることは、もう書きたい放題、言いたい放題の人ばかりなので、今の気持ちを書きますが、ということなんで、私の飲み会の証言は今回の裁判とは関係ないので、全く意味がないとか言ってる弁護士さん、たくさんいるけど、今回の裁判とは別の飲み会の話ってことは、私もわかってますよ。 クエスチョン。だから、わかってるんですね。えー、だから、か、違うことだけ、だけども、自分のこととして言っているってことは、わかってらっしゃいます。わかってるっていうことですね。ただ、でもね、私が参加した飲み会の記事は、嘘だらけの内容と証拠まで出してるんですよ、ということなんですが、 あの、ここの、嘘だらけという言葉に、このやっぱり皆さん引っかかっちゃうんですね。で、本人も、あの、ご自身が、私は文章が書くのが苦手で下手やからということを言っているので、まあ、そこはいいでしょうで。で、読んでくれる方に読みやすいように書けてなかったりしたらごめんなさいねっていうことも言っているので、あの、で、訂正していることも書いてあるってことなんだけども、あの、文章が下手なら、 下手ということが、あの、自負があるなら、やはりこの、公に出すときっていうのはなかなか考えた方がいいと思います、それは。私も文章は下手なんで、だから、X にはポストしません。ただ、普通の方よりも、起きた現象を説明するのは私は得意としているので、私は言葉で、YouTube で言葉で説明してるってことをしているので、やはり苦手だと思うならやめた方がいいのかなっていうことは、 思うんですね。で、なぜかというと、この嘘だらけということになってくると、だらけっていう言葉はちょっと幼稚で稚殺な言葉なので、もうその言葉が、あの、見え隠れしたときに、まあ、要は、 週刊誌上でもそうですし、新聞紙上でも嘘だらけなのでっていう言葉は引用しない、使わないんですよね。そうするとだらけの場合のどこからどこまでがだらけで、じゃあ嘘だらけってことは嘘だと言ってるわけじゃないので、事実もあるわけですよね。で、証拠も見せているということだけど、その証拠というものは一体何なのかっていう話になってるので、 まあ、そういうことの言葉の揚げ足を取っても仕方がないので、ここが一つポイントとしてえ、我々には分かりにくい、嘘だらけなので、嘘だらけなんだ、あそうなんだ、嘘なんだとは思えないですよ、何が、ここのところが、どういうことが嘘であって、嘘という言葉を使うというよりも、違っている、実際とは違っているえ、受けた、本人が受けたのはこうであって、先方が受けたことはこうだろうという考察したものがあるなら分かるんですけど、 月が丸い、丸くない。ね。丸じゃないじゃないですか。かけ、満月の時は丸なんだけど、一日でも経てば丸じゃないんですよ。 だけど、丸は丸じゃないですか。でも、あの人は丸、まん丸だって言ってるけど、嘘だって言ってるのと、丸は丸なんですよ。だから、見方取りようによっては違うっていうことが、ちょっと分かってらっしゃらないと、この、公に説明するときっていうのは、分かりにくい。丸は丸なんですよ。でも、まん丸なのか、そうじゃないのか。でも、まん丸って言ってないから嘘なのか、丸って言ってるのが嘘なのかっていうことの違いだと思いますね。で、そこからなんですが、えー、 黙っていましたが、ジェイコは逃げましたからねっていうことです。ジェイコさんが逃げたということ。私たちの見解ですは、見解だと、あの、下月さんが言ってるジェイコさんと、我々が持ってる、文春側が出しているジェイコさんは違うんじゃないかっていう説があるんですね。ここははっきりしてないんですけど、ジェイコさん、下月さんが言うジェイコさんはここだ。逃げましたからね。で、 私はジェイコに X をブロックされていましたが、ジェイコの X ツイッターは全体公開から鍵付けアカウントに変わってましたよね。もうこれは本当にうちわの女子の中のことの。 あの、ブロックしたブロックしないっていうような話になっちゃう。これだとすごいちっちゃいようなことを言ってるような話になっちゃうんで。で、仮に逃げたよねって言ったら逃げたらいけないのですかっていう話になる。今は私たちの見解ですと、トラブルがあったり、会社、職場、学校でも嫌なことがあったら逃げてもいいよ。いじめから逃げなさい。 嫌なことがあったら逃げてもいいの。立ち止まって立ち向かう必要はないよという見解がもうあの全体としてあると思います。なので、逃げたらダメっていうことではないんですよ。嫌なことがあったら逃げていい。ね。自分の、あの、自分のあの気持ちを、あの、隠してまで逃げて戦う必要ないです。肝月さんも、下月さんも、肝月さんって言ってすいませんね。下月さんも辛くて誹謗中傷が出たら逃げたらよろしいんですよ。別に。 うん。立ち向かわなくていいんですよ。その立ち向かう姿勢が正しいっていうのは違うというふうに昨今ではそうなってますんで、嫌だったらやめた方がいいんです。ね。うん。でもご自身は嫌なんじゃないですね。どんな嵐でも吹く嵐でも吹かないよりもいい。逆風の嵐でもこの嵐に乗るっていうのが、まあ、インフルエンサーとしては <laughs> 得策なんで、あの、アパの あの、女社長、女性社長も言ってました。どんな風、邪で、風でも吹かない方がいいっていうことをおっしゃってるようなことを何かちょっと見ましたけども。はい。で逃げましたよね。スクショしてます。完全に逃げましたよね。逃げて何がいけないのかっていうことなんですよ。で、文春は証拠もない。となると、ご自身も証拠ないんですよ。見たことを言っても、それは証拠じゃないんですね。 少なかっても、ジェイコさんまでは話してるっていう、そういうインタビューしてる証拠はあるわけです。はい。エビデンスもある。アルファベットの女子の発言でしかね、でアルファベット女子別になんかいい言葉見つけたっていうけど、アルファベットでいいわけですよ。記号でいいんです。はい。少年 A、B、C でいいんです、ここは。アルファベット女子でどこの誰かもわからないのに、そんな人の証言がまかり通るなら、世の中の週刊記事は書きたい放題ですね。 うん書きたい放題なのか、今の週刊誌が書きたい放題なのかっていうことは週刊誌側に確認すればいいですけど、私が知ってる限りきちんと相手と取材しないと今は、紙面には出せないですね。少なくても。で、文集は終わってますよ。まあ終わってるか終わってないかはもう主観的な問題なので決めつけることではないと思います。明らかに私が発言した時点で一気に世の中の見方が変わったものも確か。いや、変わりましたよ。あなたが言わなければそのまま静かになってたんですもん。 あなたがわけのわからないことを爆弾投下しちゃったことで、おかしなことになったのは確かです。世の中の見方が変わりました。それは間違いないです。悪いように。 え、今日書いたことはもう触れないって黙っておくつもりでした。何を言っても裁判が始まっているので意味がないのかもしれない。そうなんですよ。だから、言わない方がいいんですよ。松本さんのことを思うと。でもね、でもね、なんですね。でもね、だけどね、ということで、でもね、ということです。言いたい放題を見てふに、見てふに、見て見ぬふりはできなかったです。私も。あなたの言いたい放題が見て見ぬふりはできないんです。私も。はい。だから書きました。っ私、だから私もおしゃべりしてるんです。ね。で、 あの、下月さんが、私はアルファベット女子みたいに、逃げも隠れもしません。そりゃそうですよ、ね。裸でフルオープンなんですもん。<laughs> そうなんですよね。裸でフルオープンなんで、それは逃げも隠れもできないと思います。それは、それはよろしいかと思います。まっちゃんに対してひどい言葉を投げかけたり書いたりするぐらいなら、私にかか、かかってきてくださいよ。うん、それもどうかなと思いますけど、これ以上、まっちゃんのことを悪く言ったり心のないコメントして、やめてほしいです。 うーんここはなんか、そのところはなんか、なんか、こね、女性の女の子が言ってるようなことなんとなく、まあそうか、ね、なんかやめてあげたいなということではあるけども、そういうことを言うとやめれない。ね、女の子だと思うとちょっと手加減しないといけないかなと思うけど、これ、文章を見るとですね、いや、そうかとはならないんですよ、普通の。 でもこれに対して、重みが違う。アルファベット女子みたいには、逃げも隠れもしません。応援しますよ。ね。 お名前と顔出して本当のことを発言しただけなのに、誹謗中傷されてしまっているルナさんと、嘘ばかり書か,かれてるとかって言ってますけど、あの、はっきり言っておきますが、文春サイド英子さんは、証言に立つ、何度でも立つって言ってるんですよ。裁判の仕組みが分かってないですね。えー、民事裁判で起ける場合、本人が法廷に立つっていうことは、当該の原告のところにも分かりますよ、これは。名前は。 絶対にわかるんですよ。そこで対峙するんですよ。わからないわけがないんですよ。ただ、そこに制限がつけて、この名前は公表しないようにとか、これは他に漏ら,らさないようにっていうことは、裁判所が指定してくるはずです。で、えー、被告側の弁護士もそれは言うはずです。必ず、必ずこの A 子さんの、えー、ことを守ってくださいよと、そうじゃないと立ちません、だ、だ、出されませんよと、そういうようなことになるはずなんですよ。 当たり前ですよ。当然ですよ。だから、それがわからないから先に出せってのはおかしいんですよ。裁判で承認出廷させたときに、この場合がわからないの戦略なんですよ。分かってたんなら、どこそこの誰どれっていうことであれば、えー、松本さん側から出せって言えるけど、今回の A 子さんの承認は、文春側の承認で出るんですよ。 間違ってるんですよ。いいですか松本人志さんが、の、証人で出るわけない、言うわけないじゃないですか、そんなの。いや、も、ま、う、あ、本当にバカすぎて。うん、いや、もう本当にちょっと、やっぱり刑事訴訟法とか民事裁判とかそういったことを学校の中でなん本当これ、あの、えー、教育関係者の方もこういうことですよっていう話ですよ。だって習ってないんだからわからないんですよね。 いや、私も捕まるまで分からなかった。だから、捕まってから分かってるようじゃダメじゃないですか。ね。だから、捕まる前にきちんと義務教育か、あるいは高等教育で習うっていうことをやらないと、こんなことになっちゃうんですよ。そんな人たちは裁判員裁判の、ね、さ、に出させるんですかわかりますかここが。ね。先方が分かっているならば、 ね。だから分かってないとか、この程度な中か。誰それ、誰それ、A 子さん、B 子さんと思われる、何々、何々さんを、えー、えー、出廷してくださいっていうことならいいんですけど、できないから、できないわけですよ。だって自分側の承認にしちゃうわけじゃないですか。だけども、これが違ってて、文春側サイドだから、こちらのこの A 子さんは、A 子さんこと、何々さんが、これ出ますって。当たり前じゃないですか。そんなの。 駆け引きと戦略なんで裁判なんて。いやー、びっくりします。だけど、ご本人はいいですわね。こうやってね、注目を浴びて。ねえ。あなたが言わなきゃこんなことになってない。というのは間違いないと思います。でも、それはそれで気持ちいいんでしょうからね。で、私も、私も一緒ですよ。このことであなたのことにこうやって言って見てもらえる。一緒ですもん。うん。<laughs> ねえ。 本当に。だから私も一緒だと思ってますよ。そんなの。うん。だけども、あ、これは違う。じゃあ裁判におけることに関しては民事も刑事も私はやってます。はい。原告も被告もやってるんで、わかるんですよ。その経験を基づいて言っているんで、裁かれる方を、でも立場で言っているから、重みが違うと思いますよ。以上です。